どうも大将です。うちの、なんか見てくれてる視聴者の人がなんかね、ダイワジェエリートオープンの、毎月分配型っていうやつってタコ足配当なんですかねみたいな、タコ足配当って大丈夫なんですかみたいなね、なんかそんな感じの質問来てたんで、まあ、ちょっと毎月分配のねリスクっていうのをねちょっと話そうと思います。ちょっとね夜なんでちょっと拍手飲みながらやってるんで、いきます。うん、うまいっすね。甘くて甘酸っぱくてね。前紹介したねダイワ J リート毎月分配型っていうやつですね。基本的にリートっていうのはね年に3回ぐらいの配当になるんですけど、ここはね毎月分配してて、今現在がね大体3600円ぐらいですね、基準価格っていうのが。で、配当が月60円なんで720円ぐらい、年間約 20% ぐらい出ますよっていうなんですけどね、もう2004年から始まってねだいぶ下がってるんで、これってタコ足配当っていうやつで、まあ要はね自分が払ったお金からまあ配当が出てますよねっちゅう話なんですけどね、利益が出てないのに配当を出し続けてるんで、まあこんなにね下がってきたんじゃないんかなって。まあよくタコ足配当してるねリートはね買わない方がいいですよって動画で言ってる人結構いますよね。でね、まあここのねリートがねどんな感じなんかっていうと、まあスタートがね2004年ぐらいに、ね、5月ぐらいだったかな、始まってて、その時にまあ確か1万円でスタートしてるんですね。ちょっとはっきり出てないですけど、まあグラフ見ると1万円スタートで、その頃はね配当40円で年間408円、 5% ぐらい、結構ね、まあ、まともな普通のリートだったんですね。年 5% ぐらいだったら、まあ今のねリートで3から 4% ぐらい普通にあるんで、もう、まあ、このなんか初期はね当たり前にやってたみたいな感じですね。で2007年ぐらいにマックスの2万2000円ぐらいつけて、その時まだ60円しかないですかね、月年間720円、 3% ですかこの時って。ここで買った人はね結構やばいっすね。どんな状態なんだろうって今で、今現在がね2021年現在が約3600円ぐらいで、これでも今月60円出てます。こんだけの値段の差が開きあるのに60円出て、まあ年間720円ぐらいで約 20% ぐらいですね。なんですけどね、もう去年ね2500円ぐらいまで落ちて、そこから今上がってるんで、今現在はね、まあ、利益が出てるっていう感じなんでしょうね。まあちょっと前まで80円だったんですけど、3ヶ月前ぐらいまで、僕3ヶ月前ぐらいに3500円ぐらいで買って80円、最初の1ヶ月目ぐらいが80円で、もう今ね60円になりましたけどね。こんな感じで今はね割と安定してるんじゃないかなっていう、この基準価格でこんだけの配当出てるんで、多分ね利益が結構出てるっていう、そんな状況になってるんだと思います。2004年から2021年17年間でまあひたすら配当ね再投資し続けたら、まあ設定来で言うと17年間でプラス 203% なのでね3倍ですよね、だと思います。これ2倍でこの多分書き方しないんで、株とかだと普通に3倍になったっていう話なんだと思うんですね。17年で3倍なんで、まあまあまあ悪くはないんかなっていう感じですよね。まあこの1万円基準価格が1万円だった時に17年間保持してたら、まあここで100万円分買ったとしたら、再投資とかずっとやり続けるとね今300万円になりましたっていう、そんな話です。ただねここで買った人はね結構きついっすね。
んぐらいになってるんですかね。 1.5 倍ぐらいにはなってるかもしれないですね。どんなもんなんですかね、ちょっと計算してないんでわからないですけどね。ここが頂点でもうひたすら落ちて落ちてここまで来てるんで、でまあ純資産額って4360億円これはね、まだけここに資金を入れてる人たちのお金と、まあ今所有してる不動産っていう話なんだと思いますね。詳しくはね、ちょっと僕もリートねそんなに詳しくないんで、こんな、まあ、資産がこんだけありますと。なのでね、まあまあ今からねやっぱり景気は上がってくると思うんで、なのでね、この去年はね2500円ぐらいまで落ちたってたんですけど、ちょっと上がり出してるんで、しばらくはね大丈夫なんかなって僕は思って買ったっていう話なんですけど、うんで、なんかこう YouTube でね話してる人とかねよく見るのがね、まあこれ高橋配当なんだと思うんですけどね、やっぱり利益が出ないときはもう、はい、このなんですかね、お金入れた人からのそっから配当を出してるみたいな、貯蓄切り崩してるみたいな状況でなってるんで、こんなに下がってるっていう話なんだと思うんですけど、まあ、景気が悪かったっていうのもあるんでしょうね。でまあこれおすすめなんですかねってよく聞かれるんですけど、僕の考えですけどね、どっちかというとね、投資というよりはね投機なんじゃないかなって思ってますね。うん、まあリスクといえばね、もうタコ足配当っていう、その自分が入れたお金の中から配当が出されるっていう、利益が出なかったらそんな感じになるんで、うん、まあ下がっていくリスクがね結構ありますよっていう。まあ今で言うと年が 20% を出してたらね、それは下がりますよねっていう感じですよね。普通のリートが 4% ぐらいあれば優秀なぐらいですかね。まあ、なのでね、もう投資と思ってね、まあ退職金とかをね、こういうのに全額突っ込むとかはね、やめた方がいいと思いますね。まあ僕はね、100万円分ぐらいしか買ってないんですけど、まあ、大体まあ年利でいうと 20% ぐらいつくんで、この基準価格僕が3500円で買ったのが、これをキープしてくれて5年ぐらい持ってくれればもう2倍ぐらいになるんで、もうそれでいいかなっていう、そんな感じで買ってますけどね。もうね、やっぱり20年20年ってね持ち続けるのはね、結構この配当はさすがに出し続けけるとどんどん多分下がっていくんで、まあせいぜい 10% ぐらいじゃないですかね、配当ガスね。 20% っていうのも他のリートに比べると非常に高いんで、あんまりね、ここに全突っ込みするのはねやめた方がいいですよ。でまあタコ足配当はね、もう詐欺みたいなもんなんだって言ってるね YouTube の人とかもいますけど、まあそれはね、なんかあの営業マンのねセールストークでね、大丈夫っすよみたいな感じのことを言う人がね、詐欺みたいなことを言ってる人はいるとは思いますけど、一応調べるとね、まあこれでまあ老後のね資金を作るとかっていうのはね結構リスクがあるんで、まあ、せいぜい資産のね5分の1とかね、そんなもんぐらいにしといてね、投機だと思って、まあ10年あればね2倍ぐらいにはなるんじゃないんですかね、今のこの値段で買えばっすね。今からねじわじわやっぱ景気が戻ると思ってみんな買うと思うんで、まあこの2007年でこのマックスつけてひたすら下がってるのは、確かあのリーマンショックとかで2008年ぐらいでしたよね。あれからガクッとひたすらもう、なんていうんですかね、お金がなくなったんで売ったりとか、下がり始めたんでビビって売ったみたいな人がいっぱいいたと思うんで下がったっていうのもあると思うんですけど、
みんなが売り始めたんで資産が目減りしたっていうのもある。でまあ値段は基準価格は下がったけど、まあ、ある程度配当を高めにしとかないと誰も買ってくれないんでみたいな感じで、配当はそれなりに高かった、60円ぐらいね維持してるわけですかね今でもね。まあなのでね、これが詐欺とかっちゅうわけじゃなくて、投機っていうものとして考えて、この基準価格ぐらいでほんと10年ぐらい持てばね、 20% ですから10年持ったら4倍5倍になってるわけですね。10年で5倍ぐらいいったら、まあ、結構おいしいんで、まあ、僕はね、まあ、5年で2倍ぐらいになれば、まあ、それでいいかなっていう感じで、とりあえずいろんなものを買ってるんで、その中の一つとしてちょっと100万円分買ってみただけなんで、まあ、普通のリードだったら 4% 程度なんで、まあ、それを投資として持ち続けるっていうのはね、やめた方がいいんじゃないかなとは僕個人は思ってます。あとはもう本人の自由なんで、 20% あるんで全部突っ込むわっていう人も、額がね本当1億円ぐらい入れれば2000万ぐらい入るわけですから、まあかなり大きいですね。1年持てば2000万円の利益ですかね。ただまあ100万円入れたところで20万円の利益なんで、額によってはね1億とか入れるんならもう全ツッコミでもええんじゃないかなとは思いますね。1年2年持てばそれだけでもかなりの利益が出るんで、うん、まあそんな感じですね。まあこれが詐欺とかっていうわけじゃないんですけど、まあ投機だと思ってある程度割り切ってやった方がいいんじゃないですかねっていう、まあ、ちょっと質問にあったんで、答えましたよっていう、そんな感じです。またね、ちょっと僕そんな詳しくないんで、また詳しく分かったらリートとかね、ちょっと調べていこうと思います。また見てください。じゃあバイバイ。